おいっす。耐震マット。これはね、震度5とかでも多分通用するやつなんだよ。まずさ、こんなビル曲がっても耐えられるんだぜ。ぐねんぐねんでも全然極端な話っていうやつまあパソコン、オーディオ、電話、ファックス、OA 機器とか、まあまあ機器につけると貼り直しできますよと。ほうほう、機器にね。この弾力が振動を吸収しますよ、機器にね。カット OK です。機器にね、カット OK って何？カットって何？だから切れるんで、ああ4分割できる。カット OK ね、機器にねって、もう機器切ってんの転倒ずれを防止、これですよ。転倒ずれを防止、身をもって検証すると。だからもう、あ、もともと俺がどついても大丈夫な体のは知ってるじゃん俺らが走ってぶつかってお前止まってても俺ら吹っ飛ぶ。うん、そう、うん、こんな感じでついたので行きますか。はい、せーの、ほいほい、おおおおおお、全然全然いいよこれ。あ、いかなる攻撃も大丈夫。おそらモロで打撃じゃ今の振動関係ねえ。おお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 、失礼します。全然全然、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、なんだか、マジでこうやってきてるよ、こうやって。おおおお、すごいすごいすごい、な、この辺のあのピタ感、ピタ感すごいでしょ。やばやばやば、おお、あ、ちょ待って、両サイドが痛いよ片方にしてくれよ。痛いとかあるんだ。え、痛くない。あ、痛くない、うん、挟まれてる圧迫感が嫌だなってだけ。あ、そっか、じゃあ痛くないらしい全然、もうフルでやってきてもいいよそれ。全然痛い痛い痛い、おお、大丈夫大丈夫、でもここは踏まない、あの、どこで痛がり方が通常ワンクッション足らないわおおおおすごい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 、肩足だけがついてる、足だけがついてる足だけは全然動かない、足は動かない、というわけで耐震はやっぱり無理でした。無理でした。それでは皆さん、せーの、アデュー、いくぞ、怖っ。